追うよ俺も。おっしゃー、まあやっぱり世界に出て戦わなきゃいけないなっていう意識はすごい若い時からあったので、こだわりっていうよりはそこはまあ選択した先にあった一つの結果でしかないかなとは思ってます。まだやってたのっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、ここで一応区切りとして引退するということを報告したいなと思ってきました。え、ここからコートもね、サッカー元日本代表の小林大悟が日刊スポーツを訪れた。そして言った。引退原稿を書いてほしいと。ちょっと私の自己紹介をさせていただきたいんですが、今日刊スポーツで、野球担当の記者をしています。で小林選手とは中学高校、まあ、同級生で一緒にサッカーやっていて、で、まあ、それからずっと付き合いがあるんですが、でまあ、なんていうんですか、非常に今日立場として非常に難しいんですが、まあ、今のところはですね、まあ、記者として小林選手に取材させていただこうかというふうに思っています。よろしくお願いします。13歳で初めてチームメイトになってから一緒に青春時代を過ごしてきた。知っているようで知らないことがたくさんあったことに今気づいた。そのプロになりたいなとか、うん、その将来の夢として自分の目標としてプロっていうものを設定したのはいつぐらいですか？設定したのはやっぱりちゃんと夢としては5、6年生小学校ぐらいに、まあ、やっぱり最後卒業アルバムに「プロになるぞ」って書いたりとかはしてましたね。周りの反応って何でしょう？いや、周りからはやっぱりバカにされるし、そもそもサッカーで東海大中っていう私立に行くっていう時も反対されましたね、周りから。そんな名門のとこ行っても試合に出れないよって言われて散々バカにされて、まあそれでも行くんでしょうね、結局ね。自分の行きたい道に。そして僕たちは大悟をプロの世界へと送り出した高校時代の恩師大滝先生の元へと向かった。今日はお時間作っていただきありがとうございます。いいえ、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に自分がサッカー21年間できたのは本当高校時代の21年間、はい。もう3年間なかったら、そこまでできたってやっぱり思ってないので、まず大滝先生に引退を決めましたってことを報告に来させていただきたくて、あとお礼も言いたくて、カナダじゃなくてね、ヨーロッパだったら面白かったな。そうですね、もうあそこしかなかったの最後だから。一回エスパルス戻ってきて、次って時はもう30だったんで、必要とされる場所って言ったらアメリカしかもなかったんですよ。そこからまたヨーロッパっていうのはさすがにもうその時日本代表でもないし、必要とされてないとこ行ってもしょうがないなとは思ってたんで、なんで日本代表で選ばなかったんだね、若い野郎だね。いや、大滝先生って結局誰よりも純粋にサッカーと向き合ってて、生と子供と向き合ってて。誰よりも勝ちたいんだよね、目の前の試合。あの人が誰よりも勝負にこだわってたとかっていう記憶がすごいあって。そうだよね、だって当時ジュビロ磐田とかと練習試合して、で当時めちゃ強かったわけじゃん、ゴンさんいたり七海さんいたりとか国西さんいたりとかね。で負けて怒られるわけだからね、すごいことだよね。すごい経験させてもらってて、でまあ、プロ相手だからしょうがないよねじゃないんだよね。負けると怒られるっていう、そのまま船越公園だよね。走り船越公園行ってね、負けたらそのまま走りだもん、うん、僕たちは思い出の地船越公園へと向かった。いやー、ここはね、俺高校生以来から来たことある？ないないない、高校以来。ただここに来るときっていい気分の時は一つもないよね。ないねもう向かってくる時はもう憂鬱だもん本当にしんどすぎて。僕たちは試合に敗れるたびに走った。この坂道と階段は逆襲への誓いだった。歩幅がうまく合わないからその分きつかった。それでも前へ前へと腕を振って足を上げた。でこの一番きついとこで大滝先生待ってんじゃん。そうね、そうだね。うん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 。でやっぱ見てるんだよね。うん、誰がどんくらい追い込んでるか。はいはい。それをだからここもう走り出して、もう当然きついのも分かってるけど、これ超えれないと俺プロになれないってずっと自分に言い聞かせながら走ってた。すごいね。うん、俺信じてたもん。これやったらプロになれるって。本当バカみたいな話だけど、そういうなんて言うんだろうな、ガチだよね。シェイおいよ俺もおっしゃーおめじゃそこだ、大滝先生見てたの。いやーきついぜー。これだよこれですよ清少魂。プロを目指す大悟には当時から妥協はなかった。そして僕たちは高校時代を過ごしたグラウンドに向かった。いやー、人工芝でいいグラウンドだった。俺らの時は私のグラウンドだったから、もう全然雰囲気の面影もない。中学高校6年間同じ学校に通ったが一度も同じクラスにはならなかった。教室で大悟がどう過ごしていたのかはわからない。でもグラウンドではいつも一緒だった。俺食べたこっちだったじゃん。そうだっけそうだっけ、すごいとこ来た。高校生活全部そっち。そうだよね、どっちかだって。こっち、俺こっちだと思ってた。覚えてないじゃん。じゃあもう一回これでいます。よかったよかった。夢を抱き戦い続けたグラウンドで大悟は引退の決断について語った。何なんですかね、辞める理由って見つけてたけど見つかんないし、正直だから決めたっていうか、これも別に決まったわけじゃなくて、なんかこう決まる方向に徐々に持っていってるっていうか。タメちゃん連絡して最後引退の記事書いてよとかって言って、それが完成したら引退する時なんだろうしみたいな、まあ結局なんか人かもしれないですね。理由とかものとかじゃなくて、本当こういう学生時代に指導してくれた先生たち、こういう大人からなんか学びたいなって思う人が今もやっぱりこの年になって現れたりとかして、こういう人の近くでなんか生きてみたいなみたいな、そう思える人たちがいるからっていうのが理由かもしれないですね。引退を報告した大悟に大滝先生は言葉をかけた。いつも思うのはね、夜サッカーで飯食ってるな立派だなと思うよ。なるほど。純粋にそう思う。だから高校3年間があれでよかったのかなと思う、逆に。俺たちの方がいい出会いをさせてもらってるわけよ、サッカーを通じてね。あれでよかったのかな、これでよかったのかなっていつも考えるよ。反省の日だな。すごいね。正解ってやつがないから、こうかな、ああかなってこう手探りでやるわけよ。その手探りがまた面白いんだな。それで来ちゃったけど、38年間、ありがたいよ、それだけやらせてもらったってことですね。日本、ノルウェー、ギリシャ、そして日本、サッカー選手として最後の舞台に選んだアメリカで、大悟自身の確信が見えてきた。まあ最後ラスト9年のアメリカ生活って本当にこうサッカーにおいても文化の違いっていうのをもろに感じて、こんなに違うんだなって価値観が。まあでもどこ行っても自分の技術の部分ではもうこいつらには負けないぞって思ってたし、その部分をもう日頃の練習から監督に見せるっていう、もうそれだけかな。なんか海外の選手みたいにね、監督に話しに行って俺使ってくれとかってことは、そういう性格もしてないし、もう自分の技術だけを引き下げて海外に挑戦したっていう感じで。プロの世界で挑戦し続けてきた大悟は、引退を決めた今何を思うのか。なんか、まあ、40にもなるとしみじみ振り返っちゃいがちみたいな、今一番俺らなんかいろいろ語りたい年頃みたいなのを最近仲間で会うと、みんなそれぞれね、でもやっぱ本当仲間がいないとサッカーうまくならないし、プロまでいけないと思うのよね。なんかこう目の前の何かを取りに行くっていうよりも、一生なんかこう語り合える大事な仲間がいることの方が、スポーツでも仕事でもなんか成功するための要素なのかなとか思いながら、みたいなことを言っちゃう年頃だよね。そうね。ゴールに直結するパスが大悟の代名詞だった。ディフェンスラインを切り裂く縦パスで何百何千ものゴールを演出してきた。もう本当にこう、なんていうかな、こう直線的というか、そうかもね。すごくこういう紆余曲折にこうふわっと見えるんだけど、すごい直線的で、なんかサッカー選手の時はテクニシャンとかファンタジスタとか言われたけど、もう完全に縦ポンの申し子だなみたいな。いや確かね、ハーバード、ボストンにいた時に教授がさ、自分のサッカーのプレースタイルと次のビジネスやるんだったら一緒のはずですって言われたんだけど、プレースタイル違うかもしれない、意外とね。まあでもその選択とか決断はもしかしたら一直線かもね。いやいや、しかもむしろ一直線だと思うよ。一番足遅いのにね、スピードないもんね。だって俺ゴールキーパーで見てて、大悟が横にパスするのって見たことないからね、基本。あ、そうかもね。大概前に前にだから。そうかもね。バックパスもほぼないしね。バックパスはないよね。だからもうほん前に前にだから、でもむしろそういう意味ではプレースタイルと一緒なんじゃないかな。あ、そうか、一緒か。縦ポンの申し子だから。縦ポンの申し子と思うけどね。そうか。いいのか悪いのか分かんないけど。